3000メートル級の山々が連なる北アルプス、岩の塊のような北穂高岳。その山頂に張り付くように北穂高小屋はあります。槍ヶ岳を望む絶好のロケーション。活力を生む料理、そして登山者を迎える気遣い。とにかく最小限のこと、これはしっかり守ろう。スタッフが自ら泊まり、宿と周辺の魅力を探り出すシリーズ企画、泊まってみたらすごかった。今回はこの2人が上高地から北穂高小屋を目指しました。あれすごい、こんな土正面に見えるんですね。いいね信州すご力は、長野県のすごいをみんなで楽しむ番組です。じゃあ行きますか。はい、お願いします。お願いします。登山口は上高地です。バスまたはタクシーを利用します。歩き始めるとまず目に飛び込んでくるのが上高地のシンボル、かっぱ橋です。芥川龍之介のかっぱに出てきた橋がこれかっぱ橋なんですよね。あの先が奥穂高岳で、北穂高岳は見えないんですよ。あそこのもう奥。北穂高小屋までは2日で移動。1日目は明神、徳沢、横尾を通り唐沢まで、およそ6時間です。お、やば、熊目撃情報とかあるし。8月7日、2日前。上高地はツキノワグマの生息地です。鈴をつけるなど自分の存在をクマに知らせながら歩いていきます。じゃあちょっと開けた場所に建物が見えてきましたね。ここで登山道を離れ、穂高神社奥宮へ。日本アルプスの総鎮守、登山の安全を祈りました。なんかぼーっと歩いてたからあんまり気づかなかったんですけど、結構登りきつくなってきてませんか？そうですね。ボクサーはキャンプできるんですね。近くにある小屋もちょっとヨーロッパ調で外国に来たみたいなところですね。じゃあ、ね、外国の方でもこんにちはって言っちゃうから、こんにちはって返してくれる。いいですね、なんかね。なんすかあれ。すごい、何やってんだこれ。あんなにちっちゃい動物でもぎっと見つめられると怖いもんですね。びっくりしたな。茶色い壁見えてきました。じゃあお疲れ様です。今日は唐沢小屋まで。あ、小屋まで、はい、あの登山届出されました。あの上高地で出してきました。ありがとうございます。はい、じゃあお気をつけて。はい、ありがとうございます。横尾に到着しました。ここは唐沢と槍ヶ岳の分岐点です。横尾から唐沢まではおよそ3時間、
ここからきつい登りが始まります。道も狭くなりましたね。体重くないですか。これ登山やってる人なら分かる気持ちですよね。これ10分ぐらい座ってたらちょ体が一回リセットされてしまったような感じがして、いやー何なんだろうなこれ、うん、ふいふい、きつい、疲れますね。いやこんなちっちゃい子。あら。こんにちは。どちらから来られたんですか。唐沢から。あ、唐沢から。こんなにあんなにちっちゃいお子さんでも。あ、そうですね。早いです。何歳、何歳です。三歳で。3歳。はい。あ、すごいですね。なんかいろいろ親が考えてることよりなんかすごいできることがいっぱいあるんだなって思いました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。失礼します。いやいやいや。3歳でもいけるもんなんですね。どうすんですか我々さっきから。もう体がリセットされてだるいとか。そんなことばっかり言ってた。ちょっと自分が恥ずかしくなりましたね、今。すげー揺れる。1日目の宿がある唐沢を目指しています。結構怖い。急登ですね。この一段一段が高いじゃないですか。はい、仕方ないですけど疲れますよね。まあでもこれで標高何センチか稼いでますからね。そうですね。そうですよね。何十センチずつ。はいはい。おお、すごいな。またここも綺麗な、休まずに進め、落石多発。まあ、景色いいですけどね、ここ。そんなこと言っちゃダメなんでしょうね。まあ、確かにこっち側はこんなんですもんね。これ崩れてきたら人だまりもないですよ。すごい。あれ。ヒュッて見えました。カールと。こういう登りがなびいてる。あそこが唐沢カールですね。全然雪がまだ残ってますよ。下は猛暑だというのにね。涼しいわけだ。スプーンでえぐったような形の唐沢カール。ここには2軒の山小屋があります。カールの壁面に立つ唐沢小屋が1日目の宿です。だいぶ夕方になってしまいました。あー嬉しい、着いた。すいません、あの予約した長野朝日放送です。すいません、ちょっと遅くなってしまいまして。開業は1939年。穂高の山々に登る拠点としてにぎわう山小屋です。いただきます。醤油ベースのちょっと甘いタレなんですけど、結構濃い味付けしてるんで、すぐにご飯食べなくなる。疲れると若干食欲って落ちるんですよ。そんな中こういう濃い味付けはやっぱ食を進めてくれるからすごい嬉しい。すいません、おやすみなさい。はい、なす。
小屋から光る唐沢のテントが見えました。秋のトップシーズンにもなるとその明かりはカール一面に広がります。今日どちらまで行くんですか。いや上に行く予定ではあるんですけどね、はい、どうしようかなと思って奥方に。あの今回なぜ唐沢小屋に宿泊されようと。唐沢はですね、北方に登ったのが 5,6 年前ですけど、はい、その時登山靴が壊れてしまったんですね、はいはいはい、登山靴壊れてしまってここに来たら、お店の方が非常に丁寧に対応していただいて、やっぱり唐沢小屋だなと、はい、やっぱりここじゃないとダメなんだと思ってですね止めていただいてんです。はい、夏、唐沢には救助隊が常駐しています。怪我人の救助や事故を未然に防ぐためのパトロール、長野県警と協力し山の安全を守っています。じゃあ行くか。どんな事故が起きやすいのでしょうか。特に下りの事故、下山時の事故、ちょっとした不注意で滑ってしまって、まあ、転倒する、 100m 転倒とか、まあ、ヘルメットかぶってなくて全身打撲とか、そういう死亡につながる事故が非常に多くなってますね、はい、片道およそ3時間、北穂高小屋のルートで気をつけることは。見た感じあれじゃないですか、すごいガラガラとした。そうですね、岩もねすごいガラガラしてまして、はい、不安定。ほとんどのこの辺の穂高の岩、槍の岩場は、はい、掴むと外れる岩ばっかです。お、安定してないんでね、はいはい、掴んでホールドして登るんではなく、はい、プッシュして自分の体を支えるっていう意味でね、はい、押す感じで登っていただくと、はい、非常に安定して登れると思いますんで、北穂さあ出発です。よし、ここから北方ですちょっとね、いきなりじゃないですか、これ。いきなりな階段なんですね。ゆっくり確実に登ってきます。登山道はひたすら登り、捕まってオーバーハングになるんじゃなく、こう押しながら登るっていう。目線の高さが周りの稜線に近づいてきました。鎖場だよ。こんなところがあるんですね。やべ、行き詰まった。こうだな、こうだな、よいしょ。おお、すごい景色だ。開けた。ヤッホーって言いたくなりますよ、本当に。よいしょ。標高3000メートル。もうちょっとです。もうちょっと詐欺じゃないですか。マジだ。詐欺ではありません、今回。じゃあ。もう降りてきたんですか。降りてきました。槍が今ちょうど見えてます。あ、本当ですか。ありがとうございます。ちょっと違う雰囲気ですぞ。あ、山頂。じゃあ山頂着いた。嬉しいわ、でかっ。
槍ヶ岳、これすごい、こんな土正面に見えるんですね。うわー嬉しいなこれ。遮るもののない山頂、北アルプスの名峰が目の前にあります。はい、じゃあ今度縦でじゃあ、はいチーズ、はい、はい、じゃあちょっと確認をまたお願いします。山は好きなんですか？というか山で の, その診療活動っていうものが、はい、に興味があって、はい、おー、へー、もちろん山は大好きなんですね。どんなとこ好きなんですかね。いや、 やっぱりこのね景色とね、もうその日常から離れたところで、ね、うん、あのいい空気をさせていただけると本当にいいですね。なるほどね。ちょっとお世話にならないように僕も気をつけます。、はい、さあ北穂高小屋に向かいましょう。小屋すぐそこですよ。徒歩30秒。北穂高小屋は山頂の真下に立っています。北アルプスで一番標高が高い場所にある山小屋です。着いた、すごい、あ、素敵になっています。よいしょ、こんにちは。長野朝日放送と言いますが、はい、はい、この神だけ気にしてもらうと、はい、あ、わかりました。はい、なんかすごく落ち着きのある建物ですよね。本当にここだけ見てもホッとする感じの。職人が作った机と椅子、わざわざ町から運んだ花が気持ちをホッとさせます。清潔感あふれる客室、床が輝いています。北穂高小屋の開業は1948年、岩登りに魅せられた小山義治さんがこの場所に惚れ込み建築。ヘリコプターのない時代、資材は担ぎ上げました。それにしてもよくこんな場所に小屋を建てましたよね。あの、この眺めだけのためにして、なかなかこんな山頂の近くにあって、うん、眺めがいい山小屋ってそんなにないんですよ。他に、うん、5、6回目、5、6回目ぐらい。大好きなんで。大好き、はい。さらに登山客を引きつける味が、名物豚の生姜焼きです。いただきます。絶妙です。本当に醤油と、まあ、みりん系のこの甘さと生姜のバランスがめちゃくちゃ絶妙。大きなフライパンで焼いた肉は熱々のタレの中へ。温かな食事を出す工夫です。小屋オリジナルの陶器の皿へ盛り付けます。大変だと思うんですよ、こういう3106mで陶器のお皿使うっていう。一個割れただけでもう一個あげてこなくちゃいけないですから。荷上げはヘリコプターで。よかったね、その嫌なガスが湧き始めてきて。まあ当たり前ですけど、ヘリ飛ばなかったら何もできないですもんね。そうですね。昔は5ケースは持ってったんですが、今は無理しないです。いやいや、これもちょっと無理してると思うんですけど。すごい綺麗。うわー、ずっと見つめていたい景色が広がっていました。
荷揚げの拠点は上高地です。週に一度北アルプスの山小屋が集まり、互いを手伝い荷造りをします。北穂高小屋の2代目小山義秀さんです。今日なんかは上高地だけ多分40便くらいあるので、はい、まあ、北穂は40分の1なんですけど、うん、まあ、飛べるところはできるだけ飛んでいただいた方が全体が減らないと終わらないの、うん、そうですよね。そうなんです、うん、そう。食材や服、燃料など全てがヘリ頼み。中でも気を使うのが生のものです。野菜がのことを考えると気が重いですね。もしヘリが飛ばないと野菜は無駄になっちゃう可能性もあるっていうことなんですか。1週間飛ばないこととかも当然天気悪ければありますからね。そうすると運ばらして皮むいたり、一つずつ新聞紙でくるんだりとかして。うん、今パイロットさんからはちょっと厳しいかな。今のところ荷揚げは順調な感じ。これだけの件数あるので、どっか他は飛べるという、今だと西穂常念、あとは唐沢。唐沢に行っても北穂はダメなの。いやいや、だってだいたい雲って上の方にあるじゃないですか。まあそうですけど、うんうん、そんな違うんですか。違いますよ、800メートル違うもん。だからよくパイロットさんにも言われるんですけど、2800から900くらいまでだったらいけるけどっていう。そこから上ガスのことが多いんですよ。2800から900くらいから上。荷揚げ開始から7時間、ヘリコプターは無事北穂高小屋へ向けて飛び立ちました。Very cozy and comfortable, and very clean. We had a dinner. Dinner is very good. Yeah. With this view. View. Heritage. あの、とにかく最小限のこと、これはしっかり守ろうと。登山する方のランドマークであったり、ここに山小屋があることで何かしらの助けになったり。とにかくそこにあり続けるというか、あることっていうんですかね。またよろしくお願いします。あ、すいません、ありがとうございました。すいません、失礼します。北アルプスで一番高い場所にある宿、泊まってみたらすごかった。ありがとうございました。失礼します。だんだんと唐沢が近くなってきた。すごいね、これ。お疲れ様でした。